知人は、アミノ酸の一種でにアミノマイナス3プロピオン酸のこと。略語はヒズあるいは H。名前はギリシャ語で、組織という意味。塩基性アミノ酸の一種で、必須アミノ酸。桃原性を持つ。即座に意味だぞいる元という複素方向感を持ち、この部分の特殊な性質により、酵素の活性中心や、タンパク質分子内でのプロトン移動に関与している。 タンパク質中では、金属との結合部位となり、あるいは水素結合やイオン結合を介して、その工事構造の維持に重要な役割を果たしている。ヒスタミン及びカルノシン合成の線具体でもある。窒素原子に結合したプロトンの着脱を起こし、塩基、または非常に弱い酸として働く。また、二重結合の位置と水素原子が移動した互い変異生体が、 平行状態にある。いずれの構造の場合でも、水素原子を持たない側の窒素原子が容易に水素原子と反応し、同時に他方の窒素原子上にある水素原子を放出する。結果として、水素原子を運ぶ単体として機能することができる。炭酸脱水酵素中では、活性中心の亜鉛に結合した水分子から、プロトンを引き抜いて活性系を再生させ、 触媒散々機においては、セリン、トレオニン、システインからプロトンを引き抜き、それらを嗅覚剤として活性化させる役割を果たす。フルクトースと、ホルマリンとアンモニアからヒドロキシメチルイミダゾールを作り、この塩化物にアセトアミドマロン酸エステルを縮合して作る。人にて1日 4.5g までの投与で副作用は報告されていない。 1>, 1日24から 64g ではいくつかの副作用が報告されている。ありがとうございます。